夜の姿世界の地理では、地球上の自然、地形など地理全般についての情報を示す。地球地球は、宇宙の中の太陽系に位置している。ここで言う、世界とは、地球全体、または地球上のすべての地域、国家、土地、人々などの総括を表す。地球の表面積は5億16万5 6 0 0トルである。上記の 地球の海の総面積を見るとわかるように地球の表面は大量の水で覆われている。この水が太陽放射や地球自身の時点などによって形を変えながら常に動き地球で起こる現象の大部分を左右している。その例が降水現象や侵食作用などである。現在地球が誕生してから46億年が経過していると言われている。その中では 自然が非常にゆっくりとした速度で変化してきたのに、対し人類は目まぐるしく文明を発達させて幾度も失敗しながら現在に至り生活を営んでいる。人類の急速な変化により自然もまた急激な変化を受けその変化の急激さが環境問題などの致命的問題を引き起こしすでに自然の崩壊が始まっている。これらの問題を解決することが 人類にとって今最も重要なことだと言われている。人類が行動範囲を広げていくうちにいろいろな自然を見つけるようになった。そしてこれに山、川、雨、雲などという風に名前をつけていったのが地理の始まりである。そして文明が発達したことによりそれら地理を学問とすることが始まった。これが地理学である。地理及び哲学は諸科学の母とも呼ばれる。 上記に大陸を合わせて、アフロユーラシア大陸という概念がある。上記に大陸を合わせて、アメリカ大陸という概念がある。ヨーロッパの歴史的概念として、旧大陸、新大陸という言葉も用いられる。旧大陸には、古くから知られていたアフリカ大陸やユーラシア大陸、新大陸には、南北アメリカ大陸、オーストラリア大陸などがある。地球では、 大気や水蒸気が絶えず循環しているために様々な気象現象が起こる。この現象は地球上の各地点で様々であるがある一定の関連性を持っている。また、この気象現象の地域差が生物や地形に大きな影響を及ぼしていて、そこに住む人類にも大きな影響が及んでいる。ありがとうございます。